99式普通実砲とは、日本陸軍が使用した 7.7mm 弾薬の名称である。92式実砲と薬莢の外形がほぼ同じであり、99式短小銃、99式軽機関銃、1式銃機関銃用の弾薬ながら、92式銃機関銃、97式車載銃機関銃からも発射可能である。 しかしながら、92式実砲は99式、単小銃、あるいは他の 7.7mm 銃から発射できないことがあった。これは、旧製品の92式実砲のリムが半期円の形状をしていたことが原因である。なお、新製品の無期円の92式実砲は使用できた。本実砲の規格は 7.7mm58 である。 1919年12月、来るべき小銃口径改正に備え、将来採用されるべき 7.7mm 不標銃、及び機銃の設計要領書が陸軍技術本部より提示された。同時に使用実砲の設計要領も示され、実砲全長 80mm、薬莢全長 58mm、薬莢起檜部外径 12.1mm 等、この時点で、 あとの7 7ト、mm、ル小銃用実報の薬莢外形がおおよそ決定された。その後も幾度か7 7ト、mm、ル小銃の試験が行われたが、いずれも性能不足により採用には至らなかった。なお、この時に設計された実報は、作動の確実性を期すために薬莢危険部外形を1 2 7ト、mm、ルとした、他は、 ほぼ同仕様のまま89式普通実砲として航空機関銃用に採用された。また、この機縁部外径を増した薬莢は92式銃機関銃でも使用された。1938年10月38式不標銃に使用されていた38式実砲は、口径が6 5ト、mm、ルであることから威力が小さく、また生産。 補給の観点から 7.7mm 重機関銃との弾薬共通化を図る必要に迫られたことから陸軍技術本部により新型 7.7mm 小銃の開発が始められた。この実砲の外形は92式普通実砲と同一とし、さらにこれより反動を抑えることが必要とされた。同年12月に弾薬の生産、補給効率の向上等を図るためきとされた。 弾薬統制容量に基づき、92式実砲が無機炎となることが決定した。これに伴い99式小銃及び99式軽機関銃でも無機炎の92式実砲を用いて開発が進められていたが、小銃及び軽機関銃用としては反動が強すぎたため、創薬及び弾丸重量を減らした99式普通実砲が開発されるに至った。 本実縫は、人馬の殺傷を目的とする。それまでに制定されていた97式普通実縫に、比べ、より近距離目標の射撃に適していた。また、本実縫は92式重機関銃、九97式車載重機関銃、九99式小銃、99式短小銃で強用できた。弾丸は、万丸王道で飛行してあり、玉見は、 コーナマ鉛第2種を使用した。玉腸は31ミリ、玉径7.9ミリメートル、弾量約11.8グラムである。装薬には3番肝状薬、または99式用新姿勢方形薬2.8グラムを使用した。薬莢及び雷管は97式車載重機肝、銃弾薬97式普通実法と同一のものを使用した。 実砲全体の重量は2 5 5ムで、全長は8 0ト、mm、ルである。なお、99式普通実砲の弾丸全部の形状は、92式普通実砲のものと比べるとやや丸みを帯びている。本実砲は99式小銃、99式単小銃、99式軽機関銃の制定に伴い、主として小銃及び軽機関銃用として使用し、 合わせて92式重機関銃、97式車載重機関銃にも使用できる実報として審査が行われた。審査は1938年10月、1939年3月、同年6月、同年12月にわたり、イラゴ車場とフッツ車場において、弾道性と殺傷能力を試験した結果、実用に適するものと認められ、 1940年3月31日に99式軽機関銃弾約99式普通実法として仮正式制定が上進された。本実法に採用された弾丸は全部から中部にかけての飛行圧が厚く、かつ後部が薄くなっており、1913年2月に制定された38式実法の新型弾丸と同様に弾丸の重心を後部に移し、 かつ圧広む作用が良好になるように起とされていた。以下の魂が存在した。なお、兵器最目名称表においては、弾薬の名称は、99式、銃弾薬実報、99式、銃弾薬空砲という形式で呼称する。後に、名称の簡易化を図るため、従来同一の弾薬でありながら銃ごとに、制定してあった弾薬の名称が、すべて、 7ト、mm、ル7 1 0弾薬実砲7ト、mm、ル7 1 0弾薬重空砲へと統一された。実砲射撃容量教育用の弾薬。実砲全体の長さは6 1ト、mm、ル重量は1 4 2 6ムであった。弾丸は同性飛行とし、玉身には鉛を使用した。創薬として無塩拳銃薬0 2 5ムを創し 使用する薬莢及び来館は99、九式普通実砲と同一である。本実砲は1939年10月にイラゴ車場で同年12月に普通車場で試験が行われ、その結果機能は概ね良好で、車距離15メートル及び20メートルにおける命中精度も良好であったことから実用に適すると認められ、1940年3月に 仮正式制定が上進された。後に、名称統一のため、小銃強作実法へと解消された。演習用の弾薬。小銃用のものと、機関銃用のものとがあった。小銃用のものは、空砲全体の長さは8 0ト、mm、ル重量は1 2ムであった。弾丸は、陽子製中空子弾を使用した。装薬として1号空砲薬0 8ムを装し、 使用する薬莢及び来館は99式普通実法と同一である。本空砲は1939年10月にイラゴ社長で試験が行われ、その結果機能は概ね良好であったことから実用に適すると認められ、1940年3月に仮正式制定が上進された。期間重要のものは97式車最重機関 銃弾薬空砲と同一のものである。後に名称統一のため、それぞれ小銃空砲及び機関銃空砲へと解消された。主に対空射撃の威力を増大する目的で作られた炸裂弾。本弾丸は1941年12月に、富ッ社長で99式小銃及び99式炭小銃を用いて第1回試験が行われたが、 試験に供された弾丸はいずれも弾丸内の激震が前進しなかったことから、この原因を探求しさらなる研究の上回収を施す必要があるとの判決を受けた。合計メートルの X 弾、Y 弾については、三十八年式実砲、姿勢普通実砲 X 弾、Y 弾を参照特殊な目的に対して有効な殺傷威力を発揮するよう起とした弾丸を使用する弾薬。 1940年2月の第1回試験は、合計6 5ト、mm、ルの姿勢普通実法 X 弾、Y 弾を用いて行われたが、1941年3月の第2回試験では、合計7 7ト、mm、ルに変更された。この際、従来の X 弾系のものを廃し、玉見先端部に空間を設けて、薬剤を充填した Y 弾系を改良したものを、改めて、 姿勢 X 弾と名付けた。この新 X 弾のうち、複数の縦溝、横溝を飛行の外部に施したものを姿勢 X 弾、内部に施したものを姿勢 X 弾とし、玉見の材質を刀なまり第1号とした他は99、四季普通実縫とほぼ同じあった。また、新たに、当地下の銃弾に対する射撃試験も行い、破砕した破片による効果についても検証を行った。 同年7月の第3回試験においては、前回試験で製造を及び取得が容易であるとされた姿勢 X 弾を改良したものが用いられた。本試験により姿勢 X 弾は機能良好で、精度についても正式実報と大差なく弾丸の機能についても初期の目的。1942年3月の第4回試験では、ギクスリだけではなく翻訳が充填された姿勢。 X 弾も用意され、実際に動物に対して射撃し、その殺傷威力を検証する試験も行ったと思われるが、結局完成には及ばなかった。各種資源の不足により、ギルドメタルや鉄、アルミニウム等の代用材料を使用したり、既存の製造機械を流用する等した実報が、研究、生産された。百四十一年、鉄薬卿の整備に関しては十二式不評法。 および41式散歩用として、すでに開始されていたが、大量生産の検知からは未だ完璧とは言えなかった。薬莢資源の確保という観点から、鉄薬莢の全面的な採用は、装備の急であり、まずは 10cm 縦断砲以下の下方用および 7.7mm 実行用について、研究を行うものとした。鉄薬莢の研究は、陸軍兵器行政本部、 1> 第1陸軍技術研究所、第8陸軍技術研究所、東京第1陸軍造兵省、名古屋陸軍造兵省、大阪陸軍造兵省、そして各民間会社等で連携して行われた 7.7mm 実砲用鉄薬鏡の研究に当たっては、当時すでに鉄薬鏡を大量生産していたドイツのポルテ社に技術者を派遣し、 実習を受けさせる等の努力を重ねた結果、ついに量産化に至った。鉄薬協は地金の性質上、王道薬協に比べ中等機能が劣るため、一時的な応急策として、創薬を 0.2g 減創し、部隊に対して薬協へのというを励行する様指導した。また、鉄薬協は王道薬協に比べ初錆しやすく、これがさらに中等不良を助長した。 この対策として、内管に収容する等の対策を講じたが、資材の不足等により十分実施できなかった。1945年度の消火器、調達計画における調達予定数は、王道薬莢の99式普通実報と表記7、700万発に、対し、鉄薬莢の99式普通実報と、表記2億6、0 0 0 0発であった。また、 名古屋陸軍造兵賞においては、1943年度に99広し3、480万発に対し、99広し135万発、1944年度に99広し9、460万発に対し、99広し2、130万発、1945年度に99広し2、846万発に対し、99、 広し80万発が実際に生産されている。1941年、鉄薬卿の研究開始と、同時期に弾丸飛行の材料を鉄とした実報の研究も行われたが、その優先度は低く、末期に少数が生産されたのみである。四式普通実報、編集飛行に鉄を使用した普通実報。本実報は、各種 7.7mm 重で共用できた。 1945年度中に、名古屋陸軍造兵省において、王道薬莢のもの763万発、鉄薬莢のもの320万発が実際に生産されている。姿勢四式エコー実報、編集王道資源の節約のため、すでに研究済みの鉄飛行普通実報と同一の飛行を用い、かつエコー材を収めるうち、管をも鉄製とした、 栄光実法を完成する目的をもって姿勢した実法。弾丸全長 36mm、直径 7.9mm、重量約9 6ム飛行には薬莢鋼第2種、玉マには鉱鉛第2種、内管には鋼板を使用した。内管の内部に硝酸ストロンチウムを取材とした。栄光剤 0.8g と加酸化バリウムを取材とした。 添加剤0 4グラムが充填されている。創薬として4番小銃薬2 9グラムを創し、使用する薬莢及び来管は92、四季普通実法と同一である。実法全体の長さは8 0トル重量は約2 3 1グラムであった。飛行及び打ち管には、防錆のためパーカーを施し、さらに黒色アニスを止まつする。本実法は、 各種7 7トル銃で供用できた。本実報の試作、研究は、東京第一陸軍造兵賞、第一陸軍技術研究所、中外加工大和田製作所等で行われた。1944年8月、同年11月、1945年1月に、渡って、試験を行いおおむね実用に適すると認められたが、 大量生産についてはなお研究の余地があるとされた。整備の必要があれば、直ちに4式栄光実法として正式制定上進を行う予定であった。1944年頃から豊川海軍交渉において通常のものとは使用の異なる99式普通実法が少数生産された。この実法の大半は、 海軍が生産を行っていた99式小銃で使用された。弾丸は海軍航空機銃等で使用される 7mm7 機銃弾薬法の普通弾と同じものを使用した。この弾丸は王道で飛行してあり、玉見先端部にはアルミニウムの代わりにグッタペルカ様のものが詰められており、玉信五部はマ鉛である。創薬は海軍で 一般的に使用されたグラファイトコーティングされたニトロセルロース製、環状薬薬 2.7g を使用した。ライカンは 7mm7 機中弾薬法と同様の大型のドーム状ライカンを用いた。薬莢の全長は通常の99式普通実法より約 1mm ほど短く 7mm7 機中弾薬法の薬莢の全長とほぼ同等である。また、 弾丸の固定のため、左薬地周囲に三点忠告が施されていた。以上のように 7mm7 機銃弾薬法と共通点が多いのは既存の弾薬製造機械に大きな変更を加えることなく生産するためであったと考えられている。1940年2月に従来半期円式であった92式実法の薬莢が無期円へと変更された。このため、新製品である。 無機炎の92式実砲は、名目上、99式軽機関銃及び99式小銃等にも使用できたが、装薬量及び弾丸重量の違いから来る反動や照射距離の違い等の問題があった。99式普通実砲を92式重機関銃に使用する際には、照射を調整する必要があった。これは92式普通実砲がより、 遠距離射撃に適したからであった。修正量は射距離600メートルから800メートルでは50メートル伸ばし、射距離800メートルから1200メートルでは100メートル伸ばした。また、4式普通実砲を92式重機関銃に使用する際も同様に調整する必要があった。修正量は射距離600メートルから800メートルでは100メートル、 99式単章銃の少なからの数が、戦後、欧米の銃器市場で、スポーツ射撃または、狩猟銃として出回ったことにより、99式、実砲は、現在も一定以上の需要が存在し続けている。欧米市場では両弾薬を一括して7 7ト、mm、ル5 8あり坂という企画で取り扱っており、実砲は、スウェーデンのノルマ社、米国のホーナディ社や、 プレシジョンカートリッジ社、グラーフサンズ社等から販売されている。ハンドロードに用いられる弾頭は、303ブリティッシュ弾と同じ0.311から0.312後径のものが適用でき、シエラ社、CC 社などから供給されている。薬莢は、市販実報の空薬莢を利用するたは、30から06スプリングフィールド弾の薬莢をリサイズして用いる場合もあり、 風変わりな手法としては 7.9257mm マウザー弾の薬鏡でハンドロードを行った後に実中で発火させることで空圧により薬鏡を変形させる方法が用いられる場合もある。ありがとうございます。